中岡良一40歳です。1982年の5月4日、満40歳です。愛媛県伊予郡正木町です。B 型知りません。長田君なんぼやったん？土管タイプか。チャームポイント、チャームポイント考えたことないですね。へへって笑うやつ。いいとこ、せっかち、せっかち、釣り、漫画を読むこと、アニメを読むこと、スーパー GT、 料理を作る、買い物、かなりあります。明日は明日の風が吹く。なんかすごい喋る子だったそうですよ、中岡。プロ野球選手、足が速かったから。マイケル・ジャクソンのミュージックビデオを見て、踊れてないけどなんか踊るっていうのが好きだった。スヌーピーの人形を背負って家の庭を歩いていた記憶はあります。初恋、意識したのはいつだろう。中1じゃないですかね。性格悪かったと思います。嘘、わかんない、付き合ってないんだもん。実りませんでした。やんちゃエピソード、学生時代のやんちゃエピソード、ゴミ箱蹴ってましたね、なんか学校の。スーパー GT、 スーパー GT、 笑ったこと、なんか手前味噌で申し訳ないんですけど、中田くんいじってると本当に笑いますね。あの YouTube で小さい女の子が投げ銭して、チェロの人が太鼓を弾き始めて、だんだん人が集まってくる動画見たらいつでも泣けます。ニューモって聞くのかなと思ってます。空飛びます。占ってもらったことがあるんですけど、ドイツ人の兵士だったそうです。生まれ変わったら何に、何でもいいんですか。何でもいい。いやでもなんかものづくりする人になりたいですね。スーパーカー、無人島か、料理セットじゃないかな。時間止めます。好きな映画、よく見る映画、ちょっとあのタイトルとかじゃないんですけど、刑事ものとか弁護士ものが大好きです。本、経済のことを書いてる本。洋楽だったらジョン・バトラー・トリオ、マイケル・ジャクソン、ニルバーナ、いやいっぱいあるな。日本だったらずっと好きなのがイエローモンキーとバンプ・オブ・チキン、あと最近むちゃくちゃハマっとるのがバウンディにハマってます。チャゲ&アスカです。シーヤ、灰色の太陽と埃の中で入ってるやつ。プリスクールのライブかミシェルガン・エレファント。人間以外の何か、宇宙人、スキャットマン・ジョンです。
お箱です。本当にお箱です。アニメか、悩むな。アニメ、いやでもやっぱ新作出たら必ずチェックしてるのがガンダムじゃないかな。ガンダムの中でも一番好きなシリーズは0083とガンダムユニコーン。よく泣くのは東京マグニチュード 8.0 です。スワット、エアドラム、これがないと生きていけないもの。いやでも今だったら PC じゃないんですかね。ギャーギャー言わなくて。朝そっと起こしてくれる人なんですかね。こうご飯作ってくれて美味しいよって言ったら笑ってくれる仕草はキュンとしますね。スーパー GT の新しい動画が出てないのかなっていうのはチェックして買い物行きます。あとはスーパー GT しか言ってないような気がするな俺。いやでも好きなものに触れている時間がもう本当に幸せです。え？あんま幸せ比べたことないですけど、幸せどうなんですかね。幸せだともあんま思わないし、不幸だともあんま思わないです。落ち着く場所、いやでも案外車の中かもしれない。車の中は音楽も聴けるしね。寝てます、よく寝てます。好きな匂い、なんか好きな人がまとってる勝負する時の匂いじゃなくて日常の匂い、夏。多分ですけど寝てる気がします。わがまま人たらし猫じゃらし、そうですね、大黒柱。松山大学フォークソング、当時は同好会でしたけど、そこで割れたシンバル、鳴らないドラムセット、ひたすら練習をしていた、しんどかった思い出。自分たちの曲があるおかげで、なんか世の中にあふれている音楽に対してちょっと一歩下がって見れてるとこ。楽しいとなんか自分たちがやってることの正解がイコールじゃなかったところが苦しかったです。事務所間違えたこと、いやこれは事務所で悩んでる人は僕たちだけじゃないので、どの人たちもタレントさんも正直結局人の縁なんで。寝る、光景、どんなのがいいんやろう。結構たくさんあるんですけど、モンスターバッシュもそうですし、でも目つぶって出てくるのは案外初めてやった愛媛県民文化会館大ホールのライブ、上まで人がいる経験っていうのがなかなかないので、ライブが終わった時いやでもちょっと難しい、難しくはないですけど、8ビートが基本のバンドなので8ビートを叩いてて、まあ、16横乗りになった瞬間に会場がちょっと横になるんですよね、動きが。あの瞬間はドラム冥利に尽きるなと思います。い
つも通りの自分だと思います。今も昔もジオラマの花、そうですね、約束の場所のような気がする。いやでも思い入れになると好きな曲と僕はイコールになるので、ジオラマの花、今の自分に。なんだろうな、案外あるがために、うわあ、対角線上のアリア、やばいエピソードでしょ。今だから言えるか、永田くんのくしゃみがむちゃくちゃ臭い、むちゃくちゃ臭いです。もうよしてほしいと思う。当時もでも言ってましたね今だから言えることってあんまりないような気がするな、うん、ずっと言ってた。なんか東北の方がすごく残ってて、青森県のライブハウス、いやでもそれは家があって地元だっていうのが一番好きなとこじゃないんですかね苦手なとこ、いやないです。うん、なんだろうな、1万円か。でも行きつけのお店に行ってこれで食えるだけとか、誰かと一緒に行ってみたいな、そんなお金の使い方しそう。10万円旅に出ます。仲間引き連れて旅に出ます。全てやめます。会ってみたい人、会ってみたい人、車のデザインを考えてる人。いやでも金曜日じゃないですか。なんか明日が休みっていうのが小さい頃から染みついてるから、バウンディのまばたき、過去、歴史の教科書に書いとることが正しいのか、なぜどうやってピラミッドはできたのか知りたいです。実感なかったです。うん、変わったこと、音楽が楽しくなりました。なんか良くも悪くもなんでしょうけど、許容というんですか、そういうのがそれぞれが広くなっとんやなとは感じることは多かったです。ライブはいつでも100点です。今は人生のメインが音楽っていう感じではなくって、いろんなことをやらせてもらってて、かといってなんかね手抜きをするっていうことでもなくって、自分の中でこの結構力を入れた状態で全部が楽しめる、そんな人生だったらいいなって、でそういう人生を目指しています。変わらずずっと健康でやっていること、これに尽きるような気がします。多分誰かがハゲとんじゃないかなって。リーゼントどうなんですかね、10年後は。70歳か。70歳までもうやれとったら、いやもうこれは人生勝ち組だなと思いますね。うーん、難しいな、考えたことないよな、あんまりこういうのね。ジャパハリネットとは、ああ腑に落ちた言葉が出てきました。いつでも本気になれるもの。
よく再結成後なんか特に腹巻きをしてライブしますけど、10年後も20年後も上から腹巻きを脱ぐんじゃなくて、ズボンを脱ぐように腹巻きを脱ぎ続けてください。カッシーですか？カッシーか。アルバム作りたいです。痩せてください。そうですね、結局音楽やれてるっていうのがなぜかで、やり続けているのはなぜか、ここはねよく考えるんです。例えば目の前に誰かと話してる人がジャパハリネット好きですよとかって言ってくれて、ああそんだけで音楽やりよってよかったなってこう思えるようになりますし、こうやって何かやった時に集まってくれたりとかするのはね、年々嬉しくなってます。まあ、10年後も20年後も、まあ、いろんな音楽ありますけど、いざライブした時にみんながこう集まれてね、一緒にこう騒げるように、バンドとしての目標、そういうのもありますんで、みんなその時は一緒に集まって遊びましょう。苦手。なんかチャンスがあるかどうかわからんけど、歌詞は読んでみてほしいなって思います。あんまりスーパー GT スーパー GT 言わんように、みんな多分未来も困るはずなんで、ちゃんと空気を読んで、ちゃんと真面目に仕事しましょう。締めの一言、今日は一人でジャパハリネットでした。じゃあ最後に、ジャパハリネットドラム中岡良一でした。ありがとうございました。